では大島さんにまず自己紹介などをちょっとしていただいてお話しいただけますでしょうか。俳優をやっています大島箱です。よろしくお願いします。で今日は、はい、ちょっとみんな家で自粛中なので楽しい話ができたらなと思って第1回お試しなのでどうなるか分かんないですが、はい、レナさんと、はい、レナの部屋ということで、はい、徹子の部屋的な感じでやっていけたらいいなと、はい、はい、よろしくお願いします。で、まず大島さんが今まで行ってきたいろいろな映画についてのことなどをちょっとお聞きしたいんですけれども、はい、大島さんのプロフィールをまずご紹介いたします。大島さんはちょっと待ってください。あったふたすいません。あれどこ行っちゃったんですかね。大島さんのプロフィールなんですけれども、高校生の時からモデルとして活躍されていまして、2004年に河瀬直美監督のシャドウという映画で映画主演デビューをされました。その後カンヌ映画祭にて正式招待をされました河瀬直美監督の羽津の月を11年に主演で出られまして、その後セセケイク全然年ひさすいません、ゼゼとしひさ監督のヘブンズストーリーで国内外で注目を集めています。このデビュー作の影シャドウという作品についても少し探したんですけれども、うん、それはちょっとあまり見つからなかったんですが、それはどんな作品だったんですか？すごいちょっと不思議な映画で、はい、まず 誰も何が起きるか分かんない設定で撮影が始まったんですね、はい、でカメラマンと私と、はい、でそれを撮ってるまた1台のカメラがあって、で、はい、で監督からは持ち物のファックスしか送られてこなくて、はい、で現地に何時に集合してっていう感じで、はい、ちょっとドキュメンタリーなんだけれど、撮り方としてはドキュメンタリーなんだけど内容はフィクションであったり、すごく不思議な映画で、それ映画祭に本当に何十カ国も世界、招待していただいて、はい、いろんな質問とかいろんな感想をいただいた、とても不思議 な実験的な映画っていうのかな、だからスタッフみんなも何が起きるかそこでわからないっていう、はい、最初に台本があるわけではないんですか？ではないんですよ。で、なんかそのカメラマンの、はい、山崎さんっていう巨匠がいるんですけど、カメラマン山崎さんにはある程度のこういう質問してくれとかそういうことは伝えてあったと思うんですけど、はい、私には一切何にも伝えてなく台本もなく、はい、そこでこう会話でだんだん自分がそれに対してこう答えていくっていうか、はい、演じていくっていうか、だから本当に撮り方としても完璧にドキュメンタリー。そうだったんですね。このシャドウという作品は今も見ることができるんですか？できますよ、 DVD になってるので。シャドウ、私もちょっと不勉強でまだ見れていなかったんですけど、短編なので一、はい、本の中には、はい、一本の DVD に、3個、はいはい、3個の作品が入っている。何分ぐらいの短編なんですか？お貸ししますんで。本当ですか？何分ぐらいの作品なんですか？25分とかだったかな、違うね、40分ぐらいあったのかな、ちょっと定かじゃないんですけど、ありますんで、はい、持ってきます。ぜひ今度拝見させていただきたいと思います。はい、そのモデルとして活動されていた大島さんが演技に目覚めるきっかけっていうのは、どう演技をやってみようとか、もしくはスカウトがあったとか、どういうきっかけで演技をスタートされたんですか？そうですね、本当に最初から全然やりたいと思っていたわけではなくて、すごくファッションに興味があったので、はい、大学も芸術大学で、はい、ファッションデザイナーになりたいと思ってそういう勉強してたんですけど、はい、それでモデルの世界に入って、はい、でたまたま今の事務所が
あの映画を作っているとか映画のプロダクションなんですけど、はい、映画俳優さんたちがいる、そこの社長にスカウトされて今の事務所に入ったんですが、はい、10年ぐらいまだ俳優をやりたいって言わず、はい、でたまたまやっぱりあのプロデュースもしていたので、はい、ある映画のワンシーンにちょっと出てみないかっていうことで、はい、出たのがきっかけで、はい、で映画っていうのはこういう風に作られてるんだってすごい面白かったですね、こう経験したことがなくて、はい、でコマーシャルとかはやってたんですけど、コマーシャルって大概こうカメラに向かって喋ったり商品説明したりするのが、映画はカメラをむしろ見ちゃいけないっていうことですよね。でそういうことも一切分かんなくて、はい、でカメラでこう目線でっていうのがちょっと苦手だったからやりたくないなと思ってたんですけど、はい、あ、映画は全然むしろ違うんだと、はい、自然に見せるためにはカメラ もちろん見ちゃいけないし、はい、でそういうこととかいろんな本当にこのワンシーンの撮影にこんなにたくさんの人が関わっていて、はい、こんなにこうみんなで一つのことに向かっていってるんだっていうことがすごく面白くて、うん、でそっからやりたいですと事務所に行ったんですよ、はい、でも本当にカット割りすら知らなかったので、はい、映画がどういうふうに作られているのかっていうのを知らなかったの でこれはもう一つ映画を自分が撮って、はい、映画の一からを知ろうと思って一本短編を撮ったんです、はいはい、それが笑い郷っていうあの大阪のおばちゃんが、はい、まあ、主役っていうかの、 あの舞台になってるあの映画なんですけど、本当に短い短編なんですけど35分ぐらいかな。でそれを撮った時に、まあ、あの台本作りからカット割りから撮影の方法をあのもう美術館何から全部をあの、まあ、教えてもらって、でようやくあこうやって映画って作られてるんだってことが分かり、で俳優の道に入りましたそっからっていうか、うん、きっかけはだから本当ワンシーン出たことかな、はい、うん、私もあの一度大島さんにあの演じていただいた現場をあの担当させていただいたことがあるんですけど、なんかすごくびっくりしたのはあの華やかなシーンの時は華やかな女性になって、ですごい生活に疲れたシーンの時は本当に生活に疲れていてなんか本物より本物みたいだった。あのこうベーシックインカムについてのシーンを撮った時に江野シュミットさんもなんか本物のお母さんより本物みたいだねっていう。 ありがとうございます。なんかふーっとその場所の空気にピタッて合うあの演技をされるので、すごく精密に計算され自然なのか計算なのかわからないんですけど、すごく精密な仕事をされるんだなと思ってすごく勉強になりました、ありがとうございます。お世話になりました。今質問があのお一人、水原さんからお質問をいただいてるんですけれども、はい、あの質問に行ってもいいでしょうか。はい、はい、今の時期は感染防止で撮影は中断してるんですかということなんですが、今はどんな感じですか。そうですね、もうほとんど、はい、あのちょっと前までは延期っていう形でのものもあったんですけど、もう今はほとんど中断してますね。そうなんですね、うん、やはりテレビなんか見てもテレワークがどんどん増えてきて、そうですね、うん、スタジオには数人しかいないという状況であったりとか、うん、あのなかなか映画としても撮影はだいたいストップしてる感じなんですか。そうですね、やっぱりあの大人数で動く現場なので、はい、なかなか今はちょっとやっぱり自粛してますね、はい、皆さん。なるほど、そうですね、なかなかあの現場を、うん、どうしても3密そのものみたいになってしまうのでスタッフさんもいらっしゃいますし、なかなか今の時期は厳しいですよね。そうですね、ロケ地に行っても、はい、そのロケ地の人たちってそこに住まわれてる人たちも、はい、多分ね、そんな団体が来られたら嫌だろうし、はい、やっぱ今は本当に自分が本当に感染者だと思って行動しないと、はいはい、ね、やっぱり気をつけないと収まるまではっていう感じで、みんなあの、はい、今できることを やってるって感じですね。なるほど、
かりました。今ねコマーシャルのねオーディションとかも、はいはい、こういう感じでやるんですよ。あ、そうなんですか。あのオンラインで。オンラインで。ちょっと前まではあの、はい、ね、その現地で時間をちょっとずらして、はい、あんまり本当に最小限のっていうの感じだったんですけど、はい、今もうなんかオンラインでやり始めた、はい、じゃあオンラインで照明とかなんか自分をいつもバッチリに見せる感じにした人がオーディションを受かっていくかもしれない。そうですね。はい。でも私も新しいスタッフさんとかあの、俳優さんもこのオンラインでこう面接みたいなことをすることが増えましたね、うん、まあ、それはコロナの前からなんですけど、うん、なんかこう翻訳の通訳の方とかやっぱり人が優しい人がいいなって思うと、うん、履歴書だけじゃ分からなくて喋ってみてっていうことが多いですね。あとちょっとお話を、作品についてお伺いしたいんですけれども、はい、今画面を、共有になってますかね。なってます。あ、なりました。はい、はい、あ、なった。すごい、すごい難しい。こういう形で、はい、羽津の、月という作品なんですけれども、こちらあの川瀬直美監督の作品で、この作品で、カンヌの、主演として、カンヌ映画祭に行かれたわけなんですが、キキキリンさんとも、はい、あの共演されて、あ、そうですね、はい、あのこの作品一体どんな作品で、どこが魅力だとかどんなあの思い出があるかっていうことを教えていただきたい。これはいいでしょうか。奈良でですね、聞こえますか。はい、聞こえます。はい、聞こえます。あの奈良で、あ、間違えた、はい、あ、これは連連動画の方がです、すいませんでした。はい、2ヶ月ぐらい滞在して、はい、でやっぱりそこで生活をして、はい、そこでも生まれ育ったような状況に、はい、あのまあ、自ら自分がなっていくような、はい、撮影の仕方をさせていただいて、はい、でもう本当にあの私が住んでいる家、はい、あの撮影としあの映画の中で私が住んでいる家に実際住んで、はい、で実際一人で住んで、はい、でスタッフとかもなるべく会わないようにして、こう孤独な感じをどんどん自分に作り込んでいき、はい、でそのご近所の人たちとも本当にご近所付き合いをするみたいな状況で、はい、自転車で買い物に行って自炊してっていう、そういう環境の中で撮ったんですね、はい、でとてもなんだろう、あの大変は大変だったんですけど、はい、最後の最後まで、まあ、あのまあ監督の作品はすごく大好きで絶対いいものができるっていうふうに思っていたので、はい、それを信じて、はい、あの頑張って最後まであの撮影を終えたんですけどね。でまあちょっといろいろありまして、はい、大変で、もうどんどん実際的に実際自分が痩せてっちゃって、はい、食べれなくて精神的に追い込まれて、ちょうど道を挟んだ前が病院だったんですけど、そこの 若いあの先生とか奥さんが通るたびに私がどんどん痩せていくので、ちょっと大丈夫かと、うん、そんなに痩せていったんですか。で何キロぐらい撮影中に、ね、痩せていくっていうかやつれていくって感じですかね、はい、で点滴を打ってあげるからっつって来なさいとかっつって呼んでくれて、はい、で5回ぐらい点滴打ちに行ったりとか、うんうん、あと奥さんがなんかお弁当を作ってね、うん、玄関の扉のところにこれ食べてくださいってかけてくれてたりとか、うん、お隣のご家族は今日お好み焼きするから食べにおいでとかって呼んでくれたりとか、本当になんかあの映画の撮影に来てるんだけど、はい、そこに住んで本当にそこの生活に馴染んでいくっていうか、そういう経験をさせてもらいました。うーん、なかなかそういうのって今日本ではできない、あの映画の撮影でそこまで時間と余裕をかけてね、あの役者をそこに本当に住まわしてとか、うん、その準備
の時間にこんだけ1ヶ月もかけてっていう現場はなかなかないじゃないですか。そうですね、やはりあの人気の俳優さんであればあるほどあまり長い時間拘束したらなっていう制作費の問題もあるし、そうですよね、もうやっぱり予算が、ね、予算が足りない、予算の問題が大きくありますよね、うん、なんかすごい贅沢な、ね、うん、経験させてもらったなって思います。でこれでカンヌに行けて、キリンさんもこの作品で、まあ、同じシーンはなかったんですけど、はい、この作品の、まあ、トークショーがあったんですね。はい、でその時にキリンさんが来られていて、で、はい、私もそれ見に行った時にちょっと飛び入り参加した時に、まあ、あの記事とかにはやっぱり点滴5回とかばっかり書かれてて大変な思いをしたっていうことばっかりだったんですけど、うん、キリンさんが、まあ、うん、あの女優人生の中でこんな素晴らしい映画にね、はい、出会うことってもう本当にあるかないかって、あなこんな作品に参加できて、そしてあなたはこれちゃんとそれに応えてらしたって言ってくださったんです、そのトークの時に。素晴らしい言葉をいただいたんですね。だから本当にね、あの、はい、嬉しかったですね。そういうのが一流の俳優さん、女優さん、監督さんと仕事してこられて、いろんな経験をされているんですね。あの今、視聴者の皆さんから、質問をいただいたんですけれども、はい、またちょっと作品のこととあの変わってしまうんですが、プライベートについての質問が来てるんですが、はい、伺ってもよろしいですか。はい、はいはい、加藤さんからいただいた質問です、はい、いつもとても素敵ですけれども、ステイホームではどんなものを着て過ごしていますかという質問いただきました。何着てらっしゃるんですか？そうですね、あのね、うちでは本当にリラックスしたいので、はい、素材とか形とかはゆったりしたもので、はい、今日も着てるんですけど、はい、見えますかね？すごいしっかりとした縫製もしていた。これがね、すごく、はい、家服、パジャマであって、ちょっとしたところにも着ていけるような家服で、はい、まあ、はい、ウー&コーっていう、はい、ブランドなんですけど、はい、このはもう本当に洗っても洗いざらしできる、すごい高い、肌気持ちいい。それはアイロンをかけてないんで、さっぱりかけてないですよ。すごい、シャンとしてていいですね。そう、こういう、はい、あのところのウー&コーさんとか、はい、あの本当にナチュラルで素材が良くて、はい、着心地いいものを着てます、はい、なるほど、ウー&コーさんって言うんですね。そうなんですよ、ぜひ検索してみてください。これだとピンポンって来てもこのまま出て行っても大丈夫。なんか襟の上、ここの上半身だけ見るとちゃんとしてるという感じがして、ね、可愛いんですよ。あ、加藤さんが素敵っていうコメントをいただきました。ありがとうございます。ぜひぜひ、はい、他にもぜひ何かご質問あれば皆さんお寄せください。はい、あのまた次の作品についても、はい、もう一つの作品についてお伺いしたいんですけれども、この羽津の月、最近の作品になりますが、こちらレン、はい、レンドーファ、ドーファ、これは台湾、そうですね、はい、台湾の、はい、言葉で、まあ、レンレンっていうのは恋しいとか愛しいとか、はい、でドーファっていうのは、はい、これはスイーツで、台湾の、はい、あの、なんて言ったらいいかな、ちょっと杏仁豆腐っぽい、はい、優しい味のスイーツがあるんですよ、はい、ドーバっていう、その名前がタイトルになってるんですけど、これはもう本当に今年公開されて、はい、もうギリギリまで自粛、ギリギリまで、あの上映していただき、はい、ついこの間は新潟で、うん、あの最後 の、うん、あの上映が終わったんですね。最後のっていうか、やっぱり自粛があるからもうそこまでっていうところで、うん、泣く泣く、うん、あの終わったんですけど、でも結構長くあの上映していただいた作品で、はい、これは台湾で全部、日本でもちょっとあの東京でも撮影したんですけど、ほとんど台湾で撮って、はい、あのまあ義理のお母さんになろうとしている母と娘の、うん、ロードムービーなのかな、うん、だんだんこ心がこう、はい、
つながっていくっていう、いろんな人と出会ってつながっていくっていう話ですね。ほんわかした。なんだかポスターやの場面写真を見てもこう雰囲気の良い現場が想像できるような、うん、そうですね。また色合いもとっても素敵ですね。可愛いですよね。本当可愛い映画なんですよ。なんかこういうところになんかモデルだったっておっしゃる最初 の、 あの原点がモデルだったっていうところも感じるんですが、洋服の着こなし方とかなんかやっぱり違いますよね。本当、はい、その音浦セリナちゃんっていうこの主演の、はい、でもう一人の娘になる女の子ももともとモデルさんで、はい、今も女優さんとしてすごい大活躍してるんですけど、彼女が168センチぐらいあるのかな、はい、か、で私170あるので、うん、なんかこうバランス的にもこうちょうどいい感じ。そうなんですね。今ちょっと一瞬戻ってきましたけど、質問なんですけど、はい、この、今新潟で最後の自粛前の撮影をされたってことを、うん、あ、撮影じゃなくて上映ね、上映をしてたというふうに言ってたんですけれど、うん、今どんどんと映画館が閉鎖をして、うん、でこのシアターを守ろうっていうクラウドファンディングも、うん、はい、今2億円が突破されたということがあるんですけれど、うんうんうん、今後映画やこのミニシアターやがどうなっていくかかと予測されてるかとか、どういった活動をしていけば生き延びられるのかとか、なんだかビジョンありますでしょうか。そうですね、今本当に自粛中で映画館もちっちゃい、本当にちっちゃい映画館は本当に潰れちゃうかもしれないっていう危機があって、はい、セーブザシネマって今みんながこうそれを応援するのに立ち上がって、でそれに、はい、まあお金でもちろん支援するっていう方法が一番だと思うんですけど、はい、なんていうかチケットを前もって買うっていうのも最近やってるじゃないですか、はい、今後公開される上映される映画の何でもいいからチケットを先に買っとくっていう、はい、そういうのもどんどんやるべきだと思うし、はい、自分のお気に入りの映画館だともうしょっちゅう通うわけだから、はい、で年間のチケットを先に買っちゃうとか、うん、まあ、映画館がないと私たち映画撮っても上映してもらえるところがないとどうにもならないので、はい、ね、本当に映画館だけはもう本当に存続してもらわないと困る。だからなんか何とかして、ね、うん、いいアイデアがあればと思うんですけど、うん、なんか横浜でもこのレーネンドーファー上映した時に、はい、まあ、舞台挨拶で初日行った時に、はい、ちょうどコロナの、まあ、まだその自粛前ですね、はい、2月の頃にやっぱりもうすでにお客さんは減っていて、うん、でそうやってイベントをやると多少なりとも人はお客さん来てくれてっていうのもあって、はい、まあ、ありがたいって言ってくださったんですけど、はい、なかなか今はね、そうもいかないので、はい、まあ、とにかく早く収束 して、はい、まあ、多分元通りはならないと思いますけど、はい、完璧にはね、だけど私たちができることで映画館、映画を盛り立てていけたらなって思いますね。だからもう今は本当に皆さん家に行って、はいはい、ステイホームでなるべく感染しない、させない、うつさないっていうことを一番に考えて行動を、はい、自分も含めしたいなと、できたらいいなと思いますね、はい、そうですね、こうやって大島さんとこのオンラインでテレワークしながらの対話をするっていうのもこの自粛期間中にも何か文化の風みたいなものを感じたり伝えたりしていきたいなと思うその手探りなんですけど、私も、早く自粛が終わってみんなで撮影ができるといいなと思います、うん、多分同時に同じ世界には戻らないだろうから、こういった状況からどこをどういうふうに変えていけばより進化できるのかなっていうことを
あのこうやって本日見てくださってる皆さんとも一緒に考えていけたらいいなと思ってます。あの次にですね、こういったさなか、あと最後もう27分なんでちょっと押しながら、ちょっとあの、あ、レンレンドーファー良かったですと加藤さんからコメントいただきました。ありがとうございます。あとは水原さんから、ベーシックインカムに出てた保育士やってた方ですなっていうコメントをいただいて、そうです、見てくださってありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。実はあの大島さんにお願いをしまして、私が今取り組んでいます日露合同映画にもぜひご出演いただきたいということでお願いをしています。あのどんな映画になりそうかっていうのはまだまだ手探りなんですが、第1弾の台本を読んでいただいて今どういった思いですか？そうですね、なんか、はい、本当に、まあ、多分撮影はどんどん後におっしゃって先になると思うんですけど、はい、その間、はい、考える時間とかみんなでいろんな物語についてもっと練っていけるし、はい、自分の役としてもまだあの固まってはいないんですけど、はい、まあ、どんどんそれについても考える時間もあるっていう風に前向きに考えて、はい、よりいいものが自粛明けた後、うんうん、スタートできたらなっていうふうに楽しみにしています。そうですね、うん、あの先ほど、じっくり準備をする時間が日本映画にないっていうことを大島さんがおっしゃってたんですけれども、逆にこういう自粛期間であるからこそ、うん、あのじっくり役やテーマや脚本に向き合って、うん、あの言っていいものを作るということを私も努力していきたいなと思ってます。でも何かこうやって作品を撮るっていうことでつながってるというのが、うん、うん、自分自身 の、 あの勇気にもなるし、あとこれが今感じてることは私一人だけのプライベートではなくって本当に映画ってみんなの場所になれるんだなっていうことを少しずつ感じてるんですよ、うん、っていうのはね、今この映画は都市蔵の刀といってロシアとアンドレイ・ムイシキン監督さんとあの一緒に作るんですけれども、どんどん今ロシアと日本の間は一本も飛行機が飛んでないんですよ。全部国際便が止まってしまってるんだけど、この間、在日ロシア大使館 の、 あのチトフさんって、あ、大島さんにもご紹介したと思うのですが、はいはい、あの映画が大好きなチトフさんがあの講演をしてくださるということで、うん、一緒にオンラインの会議に出た時に、なんだか私たちの映画でこうミーティングをしてることでチトフさんがロシアとつながってるんだっていうか、うん、なのでなんかこう映画が絶対作るよって思い続けることがなんか大事なような気がしてて、うん、これで飛行機と一緒に映画もなくなっちゃったらなんかそこもなくなったら悲しいみたいな気がして、うん、意地でも作るぞっていう気持ちが今あるんですよね。なんかすごくそういう一つの同じ目的っていうか、はい、本当に、はい、映画を作るっていう一つね、都市蔵の刀に向けて、はい、みんながこう、はい、その一つがあることで、はい、なんかこう自分にこうなんていうのかな、奮い立たせるじゃないけど、はい、なんかこう勇気っていうか、はい、希望っていうか、はい、これがあるからこれのために今、はいはい、あの頑張ろうっていう気になれますよね。はい、そうなんですよね。あの、あ、今枝さんから、質問をいただきました。クラウドファンディングで撮影費を集めることもできるのではと。今枝さん、そうなんですよ、まさにそこが私たちお願いしたかったところで、私お願いしたかったところで、その今ですね、絶賛こちらの、映画のクラウドファンディングを開催中で、ここに出るかな、あ、出るかな、ちょっと待ってください。これ都市蔵の刀というね、映画を制作してるんですけれども、レディフォー都市蔵の刀ということで検索していただくとページが出てまいります。あの目標がまずは、150万円、150万円でも取れないんで、これをクリアしてさらに超えていきたいんですがなんですが、やっと、1割とちょっと、今日飛んだところなので、まだまだなので、ぜひ皆さんこういった思いを育てていただけたら嬉しく思います。
主演の山本修さんはロシアの大河ドラマでも日本人役としてスパイゾルゲというテレビドラマにも出演し、ロシアでも知名度のある役者さんで、土方歳三が函館から実はロシアにいたんだというストーリーです。なんと辰巳拓郎さんも、ご出演していただけるということで、今皆さん絶賛、稽古などもしてまして、準備をしております。ぜひ文化を守るためにもねこの映画を応援していただけたらなと思います。ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、戻るかな大島さん。はい、ではこれ画面戻ります。はい、本日は大島さん の撮影中のお話や、キキキリンさんからいただいたという素晴らしいお言葉ですとか、こういった自粛中で、この映画や演技についていろんなお話をお聞きしました。最後皆さんこれだけ聞いておきたいとかありますか？大丈夫ですか？はい、これ今回第1回で、はいはい、うまくいきましたかね。いきましたかね。また第2回、第 3回ってこう続けて、はい、レナの部屋が行くので、はい、皆さん、はい、どうぞよろしくお願いします、はい、どうぞよろしくお願いします。レナの部屋とまた別の対談も5月1日に、これはユリアさんと陰謀論で有名な J エピセンターさんとの対談も5月1日にやりますし、なんか次々といろんなことが決まって、うん、あと画家さんとの対談、田島製造さんとレナの部屋もやることになって、でレナさん画家でもあるんですもんね。そうなんですよね。最近つい映画ばかり進めていたんですが、絵描きでもあります。なのでぜひ皆さんに文化の喜びみたいなものを、心の栄養というのがこういう時代だからこそ必要かなと思いますので、お届けしていきたいと思います。大島さん、いい演技期待してますのでありがとうございます、はい、頑張ります。新選組研究家ということで演じていただくことになるかと思います。本日は、はい、大島ハコさんをゲストにレナの部屋第1弾お送りいたしました。もっとこんな風にしたらいいよとかアドバイスがありましたら、ね、はい、ぜひ皆さん教えてください。杉山さんからご感想をいただきました。上品なトークに心洗われました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあまた、ありがとうございました。またお会いしましょう。またお会いしましょうはい、ステイホームで、ステイホームで、はい、では失礼いたします。